大阪編。駒川商店街に店を構える松尾夫妻です。よりやりそんな夜中まで話することないと思う。話しだしたないねん。決まれへんことやろ。どうせ決まれへんことろくでもない話ばっかりうだ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 喋ってるだけやろ。その流れがあるやろ。流れがあーいい子いい子いいって決まっていくんや。同じ時間が遅なんねん。決まれへん決まれ何決まったんやな。うんまあまあいつものことやけどねって何も決まったあれへんやろ。そうやって俺いつも畳み込むやろ。ほんで俺が悪いんかなと思って。あんたが悪いねん。違う違うよ。後で考えて俺は悪ないねん。悪い悪い何もせえへん。誰かなんかいねえよ。俺が悪いんかい。そんなことはない。俺は悪ないよ。ふら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 電話もせんと電話の一本ぐらいしてくれたってかめへんやん。帰ろう思ったら自転車はもうチェーンが外れんねや。せやろ。そんな言い訳するやろ。担いで帰らなあかんが遅なんねや。旦那さんはエッチに不満。小川夫妻です。エッチの回数が少ないな。みんなが話によるとな、もう毎日か週最低3日ぐらいな。みんなじゃないと思う。なんでみんなね、豆腐屋の寺ちゃんとか、かいちゃんとか、海やんとか、山崎さん、寺ちゃんとこはなんかあれ豆腐屋やから朝早いからいつもお昼とか、ほんでかいちゃんとかも毎日とか言うてるし、ほんで今言うて山崎くんとか全部もう週3回とか言うて。眠たいような時間に帰ってくるからやろ。姉さん女房青木夫妻です。年下っていうことは分かってるんですけど、すっごい頼りないんですよ。どこがやねん。なんどこ、そんなこんなことすごいでっかいやんか。体だけでっかいのは全部ちっちゃいねん。やることもちっちゃいし細かいし全部。あそこでっかいやんか。よう言う。見せてみ、ここで見せてみ。ほんならめっちゃちっちゃいで。ええんか。 見せてもええんか。ええよ。見せてみ。ほんなら見せれるもんない。裏切らわ。そんな大きなこと要せんくせに。分かってんねん。そんなこと。いやや、やってみよ。見たんでなんぼでも。やってみやってみ。ほんまやな。やってみよ。ほんならやりやりな。できへんやろ。ほらええやんか。ほんまやねん。もうどうせ分かってんねん。あんたな、はっきり言わせてもうてな、下手やねん。何がやねん。もうめっちゃ下手くそ。悪いけど自分ええ言うてたやんか。その時はさ、元気つけたろうと思って言ってんやんか。そんなんな、私の方が年上やねんから経験豊富な分かってるやろ。そこでやな、ちゃかって言ったら困るやろ。ちょ待って、それめっちゃショックやで今。今までそんなん言うてないやん。ええ言うてたやんか。言うてへん。めちゃめちゃ激しいねんだよ。何がよな。言ってかれへんわ。私はね、あなたをね、ちゃんとね、大人にしてあげようと思って頑張って一生懸命務めさせていただいてるんですよ。それでな、俺のあれが下手や言われてもな、お前それ乱れてるで、結構性の乱れや、それは。どんなにしてきて。横浜から来てくださいました金子夫妻です。まあ、私にとってはね、そう、ただ一つ人生の中の汚点ね、一点。あなたと知り合ったこと。いや俺ゴミか。俺はもう内虫みたいなもんじゃない。汚いので。なんだそれは。栃木から来てくださいました宮園夫妻です。どうなの今月は。それはね、違うよ。入らずに残業、あんたやめてこい。今月から頑張ってるじゃない。頑張ってるけど、それが的外れだから言ってんだよ。1月は確かに頑張った。的外れなんだよ。だけど2月に入ったらおかしい。違うんだ、排卵日に来いって言ってんだよ。分かんないよ、あんた。海外編喧嘩の花道 in LA 健闘オン夫妻。お二人は中国系、共にチャイナタウンの出身です。奥さんのメロディーさんは現在 CM 女優として活躍中。旦那さんのケントさんは奥さんが浮気をしているのではと気が気でないようです。你自己你自己諗下，你自己你唔應該話一個女仔走出去噶嘛？啊，你而家做嘢咩？你唔使咁樣講嘅，唔使咁樣同我講嘢噶。咩唔使咁樣講啊？你根本就係唔啱。啊，你男朋友仲好中意你噶。啊，你根本就唔可以。我話俾你聽，你個拒絕佢啊嘛。戀愛無對錯，我結咗婚就安安定定。我成日聽做錯嘢。你成日聽偷聽你講電話，嚇講到細聲，講到大聲笑。啊！我講電話唔得咩？我日日喺屋企，我唔可以講電話，我而家已經發癲啦。我唔理你啊，總之你講真，你講電話咁樣唔啱啊！你有咩理由同男人講電話？我點解唔可以同男人講電話？咁你結咗婚啦嘛？你有老公啊？我唔同啊！我嗰啲全部係生意上來嘅朋友嚟噶。東京にお住まいの高野夫妻です。
無駄なとこで腰使わすぎんだよあんた。あんたね、ねえあんたさ、9月にさ、9月頃さヘルニアになっちゃったな。ねえ、エッチできなくなったらさ、もういらないっていう。だから言ってるじゃん、あんた腰が使えなくなったら離婚だって言ってんじゃん。ねえ、あんたしょうがないんだよ、こういう若いね奥さんをね、あの捕まえちゃったんだから。回数でやっぱり愛情って思うの？回数なの、うちは回数で愛情どこ来るんだじゃないんだけど、うちの場合は回数だよ。埼玉から来てくださいました徳永夫妻です。炊き込みご飯に砂糖入ってまねで隠し味ですよ。隠し味、隠し味ってなんで甘いってわかんねえの。隠し味隠し味って気づかねえから隠し味って。あんたら砂糖菓子食べてるような炊き込みご飯むっちゃ甘いもん、おはぎみたいな炊き込みご飯。そんなないって、そんなないかい。そんなないって。日本縦断喧嘩の花道博多編。旦那さんの気候に奥さんタジタジ、長橋夫妻です。忙しい時に限ってね、ネギとかこう切って夕食をしたくしてる時に、あんた人のパンツを下げるのはやめてくれる。あたしにあんたハンバーグ焦げちぎるよとか、手は焦げ汚れとうとか、あんたどうやって洗うねや。あんた焦げんね丸坊主になって、あたしはどげんみじめかわかるねや。ねえ、そげんするならあんたパンツは10枚も20枚も買うて買うて。謝れ、土下座して。あ、来た。人前に土下座するが大変なこと分かっちゅう。分かっちゅう。マジに言うわ。そうよ、屈辱、私の屈辱どう。お前これで土下座したら14年間の罪はそれで長期しか。罪やっちゃって、はよ。ここでいいですか。はい、森田さんのご主人です。こんにちは。ご主人は野球の大ファンだっていう。あ、そうです。もうジャイアンツが負けたら家の中がもう不和が招きますから。あららら、それで喧嘩です。それも喧嘩の原因？はい、野球で。そうです。信じられない、私。なんでなんで。もうあのあれ騙された、もう大嫌い。そんな野球好きだと思わなかった。それが原因。もう取り合ってくれない。もう本当に他に男いっぱいいますよ、はっきり言って。そうよね。そうですよ。それだけですか、他になんかこうこれだけは直してほしいとか。いや、もう酒癖悪い、音楽性悪い、人の前でジュッとする、エッチする、最悪。携帯電話の普及で男女ともに浮気が急増。嘘が氾濫してるってことですね。それではご夫婦をご紹介しましょう。高知から来てくださいました森田夫妻です。結婚当初は幸せいっぱい。しかし旦那さんにはとてつもない隠し事が。それは浮気と1500万円にも上る借金。奥さんはその借金返済のために昼は化粧品の販売員を務め、夜はスナックでバイトに勤しむ毎日とか。奥さんの怒りはもはや爆発寸前です。ちなみに旦那さんは大のジャイアンツファンで、ヤクルトスワローズが大嫌いとか。これは私を含めて出演者をかなり敵に回すのではないでしょうか。ようこそお越しくださいました。お元気そうでねえ奥様。お腹いっぱい。お元気そうで。何、ヤクルト嫌いなんですよ本当に僕は。理由聞いて。あ、どうしてですか。で、奥様どうしてですか。なんかあの野村監督と古田選手と土橋さん、この3人メガネかけて陰気なんですよね。何、本当に何かなんだろうね。メガネが嫌い。あ、嫌いです。あ、僕目は 2.0 ですよ。え、目は 2.0 ですもん、両方。それは良かったですね。そう言われましても、私も奥様の方からかなり旦那様に言いたいことがあるというので、どうぞ。もう土下座すって、あの謝るまで今日帰りませんよ私。はい、それはいいこと。そうですよ。ジャイアンツと野球より私の方がどっちが大事。 あのね、それは違う。ヤギ、あの野球の面白さを知らんと、やっぱりそれは分からん。女性には分からん、うん、分かんない。じゃあ私はたった野球。ジャイアンツが何よ、ゴルフが何よ。浮気して借金作ってどういうことよ本当に。浮気はしてない。浮気してないことないろ。なんちゃほんならうちの店にも来るな。みともない私のプライドないわ。店飲みに行ってちょっと女の子の足触ったまで怒ることないじゃないか。ちょっとやないき。人の前でね、私はスナックでバイトしよう。誰のためにバイトしようと思う。あんたのためよ。そうやろがえ、昼夜3つも仕事して大変だろがえ。できない。普通の女は、あんた自分が持ってると思ったら大きな間違いで。いや、分かっちゅう。
顔は悪いと分からんけど、顔はとても悪いも大きな間違いけど、モテると思うたら大きな間違いやね。顔は悪いけど、うん、あのやっぱり心のハートはそれも思い過ごし。いやハートはよ、ハートもそれやったら女房にそんなことはできん。僕のやっぱりテクニックはうまい。テクニック、エッチのテクニック、そんなもん誰でもできるわ。違う、僕の場合は違う。そんなもん前期1時間何も関係ない、そんなもん誰でもできる。時間かかったらできる。あお、そら違う。僕は 人助けでやりうえ。人助けで女と一致ができるかい。できる。できん、私はそんなもん。僕はあの独身の女としたことないえ。そうかい。じゃあ何、ごけさんばっかりや。普通ごけさんばっかり。ようやった、ようやった。ごけさん何があったで。旦那さんはどっかの若い人と逃げていちうえ、うん、ね、くれてやらんと言うたら、いらんと言うたり。寂しい気持ちをね、慰めちゃらないかんがえ。そうか、それは人がええやったら、その女に私が電話したら、くれてやらんと言うたら、いらんと言うたで。俺に黙ってからそのまま浮気の相手のところ行くんだ。見に行った、私の方がかっちゅう。浮気の相手のところ行くんだ。ずっと私の方が綺麗な病院 の医療事務の女に電話したの、はいはい、お前が電話した、電話した。ほんで、はい、八起どうぞ幸せになってください。子供もおるやったら亭主と別れて。その割に、その割にお前、その割に帰った晩にその話をしてから、あの女の子にしたように私にもしてって言うじゃないの。下手やったね。あんなもんで女満足せんき。そうやろがい。自分があんたモテると思いなよ。それを言うんだ場合のことよ。そうかい、うん、それ何があったで。今でもね、うん、ひょっと僕が電話をしたら、うん、いつでもご飯食べに来てって言うか分からんね。自信があるやいか、なんちゃなんちゃ。そりゃ上等やいか。いや、ようやって。僕のテクニックにね、溺れちゅうところが結構あるね。そうかい、そうかい。そりゃそうよ。テクニックありなかったらね。そうやなかったら向こうから電話もかかってこんし、ホテル行っても割り勘せんだよ。あんたと結婚したことよう後悔しちゅうき。はっきり言うて。それでも他の男はよういかんってことは、やっぱり僕のエッチがうまい。ほんで、あんた勘違いしたせ。絶対そうよ。私が他の男とエッチしてみや。あんたいちのテクニックもちょうとこなんぼでもおらん。おらんおらん。僕は絶対生かす自信があるけど。そうかい、悪いけどね。他のそんな絶対ない。そうかい。僕が浮気した女も全部行ったもん。だってよかったやか。あんたそれ自己満足で。いや分かるもん。自己満足ね、分かるもん。自己満足やないかい。自己満足やない、ね、分かるもん。あれっぱなしで満足すると思う、思うちゃせんで。私そんなことないよ。私はね、はっきり言うて情けで濡れ湯がよ。情けで濡れるか。そんな情けで濡れるか。濡れるよ。そんなことない。私ね、あんたと結婚してなかったらね、仕事3つも持ってね、やる必要ないがで、はっきり言うて。ねえ、スナックの女、ほんとお疲れさん言うて、何私に払いせかえ。3人も4人もスナックの女連れてきて、ねえ、人の前でチュチュして嫌な思いさせたか。誰で。そんなことしてないよ。ほら、足は触ったけど。足触ってないわ。あんただけやき覚えてないが。みんなうちの女の子も覚えちゅうき、ママも私も覚えちゅうき。よおったらちょっと記憶ないなるえ。そう、それ分かりなさい。もうそれやったら帰って風呂入って死にかかっちゃったら、ちゃんと起こさんかよ。起こすなか、そんなもん。バカなこと言うな。お前が起こしに行こう。お前、子供が起こしに行こう。お前アホなこと言いな。何回死にかかったかな、俺は風呂で。死ぬかすな、事故って飛ぶよ、死んだらええわ。おぉ、もう関係ないやん。自分のこっからさっきの愛情でもあったら、それバレることせないかない。ないね、そんなもん。なんで愛情なくなっちゃったんですか。まあ女癖悪い、酒癖悪い、借金するね。借金は終わったもん。それは終わっちゃせんぎ。まだ23万残っちゅう。どれだけ貢いで、女に貢いで借金してきて、人に苦労かけた。今はしてない。今はしてないやないわ。私はあんたを一生信じれん。土下座して謝れ。15年間もなんとかやってきたやけど、土下座ここですることないやんか。僕は今になっても信じれんわ、そんなもん。なんちゃない。だから手のひらで遊ばれちゅうと思うちょきよ。分かっちゅうがやね。いざとなったらもう私あんたおらんでも生きできるが。3つ仕事しゅうがやき。それが誰のためだか。俺は3つ仕事しゅうが。自分の仕事に炊事洗濯やないかも。それパンツかとみがやろ。何言うがで。ほんなら炊事洗濯やってどういうことなんかで。お前近所で有名ぞ。何言うて。森田さんのご主人って毎日洗濯して、夕方帰ってきたら取り込んでから、まだパンツまで、あ、え、これってやってよ、ちゃんと入れるらしいっていう。でもそれ感謝しいや。パンツの畳み方が上手になったか、誰のおかげで。私のおかげやんか。そんなパンツが思ったら、まああれやないか、上手になったって。それ誰、人前で言えるか、そんなこと。言える。私言うちゃう。言うます。これ高知放送で映らんけば、まあ、言うだけのことぞ。かまんよ。必死の抵抗を続ける旦那さん、はい、奥さん念願の土下座なるか。かっこいい強い旦那。